はい、ありがとう整体の平野です。日本でここでしかやってない整体をしています。20年間整体をねやってきて、もう昔のやり方ではですね、対処できないということに気がつきました。そしてその多くの理由がですね、脳からの指令が、うまく伝わっていない、そういったところに気づいて、脳からの指令を調整するという、整体法をね、主にやっています。今回のテーマはですね、手指がこわばる、リウマチみたいになっている、腱鞘炎、とかね、指がとにかく皆さんこう今変形し始めている、そして、節が太くなったり、朝方こうこわばるだとか、なんかこう、リウマチみたいな感じの指の人たちが、なんか今続々と増えています。更年期の問題だという人も、だと言われるんですけども、私の考えるところはですね、この指から、気の生命エネルギーの、が入ってくる、親指でいうと 肺系ですね。で、大腸、小指の方は例えば小腸だとか心臓に行く、その気のエネルギーが入ってきて、爪を揉むとねこういいですよみたいなのがあるんだけども、この、取り入れ口である、指からきれいにその、生命エネルギーが入らないために変形させてでも、入れようとしている、そういう状態がこの変形を生んでいる、太くなったり、こわばりを生んでいる、私はそういうふうに、考えて、そして、最近チャクラ療法というね、新しい概念を見つけて、その、気の取り入れ口である、チャクラというね、指がチャクラかどうかっていうのは、ちょっとすいません、反対される方もおられるかもしれないんですけども、気の取り入れ口がおかしくなっているので、この取り入れ口を、調整するという、調整法を、見つけました。指だけではなくて、大きなチャクラもそうだし、小さい足の指のチャクラも、調整することができるようになって、本当にこう面白いね、現象がいっぱい起きてきて、本当に不思議な現象がいっぱい起きてきて、こう指までこう曲がっているのがピッてこう伸びたりだとかね、本当に、他の私の他の、ね、YouTube でお客様の声、そして施術風景いっぱい載せてますんで、ぜひ、ご覧ください。そんなふうな、もう普通の整体ではなくてですね、新しい整体法、日本でここだけしかやっていない整体をしています。愛知県蒲郡市というところでやっていますが、東京、大阪でも月に1回ずつね、出張整体をしています。興味のある方、ありがとう整体蒲郡市と検索していただいて、私のホームページをご覧ください。